表明してくれれば二十歳選手としてスマッシュピッチングでした。ありがとうございます。6人で抑えました。どういうピッチングになりましたか？いや、チームの流れを持ってこようと一生懸命腕を振ってやりました。その流れという点で言いますと、6回表チームが満塁のチャンスで得点することができなかったベイスターズの流れになりそうな、その6回も4番の牧選手からここの3人で抑えましたね。なんとか相手に流れをやらないようにというピッチングを心がけていきました。はい、今シーズンのコンディションが少なくなってきました。かなりこうチームとしても、そして投手陣としてもモチベーション高い状態で挑んでいますが、いかがでしょうか？そうですね、一戦一戦大切になってくるので頑張って打っていこうと思います。そして今日のインディング無失点のピッチングで、また今シーズン3勝目となりました。この勝利について聞かせてください。そうですね、もっと勝利を重ねたり、ホールドを重ねることができたらいいなと思います。今シーズン25試合目の今日が登板でした。まだ登板のチャンス当然あると思いますが、どういうピッチングにしたいですか？そうですね、もっと投げれるように頑張っていきたいと思います。何十秒って書かれて、最後にチームとしても今クライマックス進出争いというところで負けられない試合があって、そして安田投手の力投で今日勝ちました。今後の試合について力強いお言葉で締めてください。これから一戦も落とせないんで、しっかり腕を振っていこうと思います。